見張られてる中もしゃもしゃキャベツを食うやつ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。出る場所、あ、こっちか。ふぅん、おい、あゆな、なに、うん、あの宝箱はなんだ、調べてみようぜ。あんなこれ見よがしに。鍵じゃないこれ。6207番。何をしている、勝手に宝箱に近づくんじゃない。貴様、まさか他人の家の炭素を漁ったり壺を壊して回るタイプの人間か。ドラクエですからね。まったく、どういう教育を受けているんだ。そこには懲罰房の鍵が入ってる。絶対に近づいてはいかん。丁寧に説明してくれるんやね、ありがとう。さあ、ぐずぐずするな。さっさといつもの畑に戻れ。懲罰房の鍵があればどうにかできるかもしれないな。あっちで話そうぜ。見ろよ、あやな。何？懲罰房は毎朝天候に集まる広場のすぐ近くにあるみたいだ。さっきの鍵があれば大木槌を連れ出して地下道を掘らせることができるかもしれない。大木槌に地下道。お前の牢屋から焼却場を抜けて外に出る道。使えそうなものはいろいろ出てきたな。6207番、6208番。ち、今は畑に戻っておくか。脱獄のためのいい手はないか囚人どもに聞いてみようぜ。まあいい手があるんならみんな脱獄してると思うんだよね。当然ながら。てかもう点呼は終わったってこと？全然点呼間に合わんかったけど大丈夫？どこ？モンバー。おお。6207番、6208番、あんたたち無事だったかい？あの時6208番がミナをかばってくれなかったら囚人全員が懲罰房送りだったよ。私たちのためにあんな過酷な場所に本当にすまなかったね。俺は別に貴様らをかばったわけじゃない。勘違いするなよな。キッシッシ、その控えめな態度も気に入ったぞ。みんなあんたたちに感謝しておる。これは感謝の印さね。受け取っておくれ。お、キャベツありがとう。監視長が畑であんたたちを待っておる。まずはもらったことを報告してくるといい。報告が済んで隙があったら私のところに来ておくれ。てか隙だらけよね、ここめっちゃ自由に動き回れるもん。みんな本当に感謝してくれてる？どうも。まさかエッチな本が6208番のものだったとはね。見かけによらずいやらしいんだな。ねえねえ6208番、まだ隠してるならぜひ僕にも。全然感謝してないやないか。はっ、素手ではできんという。おお、お前たち、実はエッチな本は俺が、いや、なんでもねえ。とにかく俺たちをかばってくれた礼はいつか必ずするぜ。やっぱこいつか。エッチな本を持っていたのは本当は君たちじゃないんだろう。他人をかばうなんて物好きだね。ってことは、この人は違うってことか。エッチな本の犯人は僕じゃない。だけど、とにもかくにも助かった。このお礼は必ずさせてもらうよ。まあ、あっちの荒くれってことだね。懲罰房で己を見つめられたか。暗くてじとじとしていて最高だったろう。さて、狭い場所に何日もいて体も筋肉も衰えているはずだ。今日は軽めの構成で許してやろう。え、何日も？最近この辺りに雑草が多くてな。忌々しい風で緑が作られている。そこでだ、ビルダーよ。貴様に辺りの雑草を破壊させてやる。恵みの風への怒りを込めて壊すがよい。さあ、日が暮れるまで雑草を壊して壊して壊しまくるのだ。今回は私への報告はしなくてよいぞ。マジで？報告なしでいいの？じゃあ壊さなかったとしても大丈夫ってことなんじゃないかな。まあ一応壊すけどね。あー、空腹で倒れそう。自由か。見張られてる中もしゃもしゃキャベツを食うやつ。とりあえず日が暮れるまでね。いつ日が暮れるんか知らんけど、多分ここになんか時間の概念みたいなのがないやんか。あの時計がないけん、多分ある程度作業せんかったら時間を進めてくれるんじゃないかなって思うよね。はい、指導も、もっともっと協力してちょうだい。こんなもの緑とは言わないんですけど、
何が緑が増えてきてるだ。そしてアコはなんか延々と畑が出来上がらんよね。めっちゃクワだけ振ってるけど何にも出来上がらんよね。どういうこと？あ、この辺のはちょっと青々とした緑な気がする。キャベツも収穫したいけど収穫できない。どこまでかな。とりあえず一番下の段だけでいいんかな。こんなもんすかね。あ、門番のところに行かんといかんのじゃなかったっけ。じゃあ門番のとこ行こう。どうも。二人ともよく戻ったね。懲罰ボール大変な目にあったんだ。草刈りなんかサボりゃいいさ。あの時はあんたたちのおかげで皆救われた。改めて礼を言うよ。キシシ。なんだか前向きなあんたたちを見ていると脱獄も夢じゃない気がしてくるね。ん？地下道を掘ってもらうために懲罰棒のオーケルジョを仲間にしたい。ふん、あの子に会ったかい。あの子は今でこそあなただが元はものづくりが大好きないい子でね。教団の構成の果てにああなっちまった。ふん、だったら俺たちが仲間にして連れ出してやるだけだ。おいばあさん、あの魔物の餌をもう一度出せよ。それがすまんね。あんたらにやった分が最後の一つでね。何？だったら作り方を教えやがれ。作り方を受けばこいつが作る。そうだった。ビルダーならここで集められる素材からでも魔物の餌をきっと作れる。魔物の餌は枯れ草と苦キノコをフライパンに入れれば作れるぞ。え、餌の素材は雑草をぶっ壊すふりをしながらここいらで集めると良いじゃろう。さあ、まずは魔物の餌を作って私に見せてみ。苦キノコあっちの端にあったよね確か。雑草はもう思う存分集まってると思うけん。はい、キノコ。何個必要なんやろ。1個でいいんかな。ちょっと分からんけん、ここにあった4つ全部取った。これで、あとはフライパンはどこにあるの。そこにあるんかな。魔物の餌を作るのじゃ。フライパン、フライパン、フライパンとかなくね。え、フライパンとかなくね。どこ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 。あ、これか、フライパン。あ、オッケーオッケー、目の前にあったわ。はい、枯れ草と苦キノコ、オッケー。さあ、これで出来上がるかしら。はい、出来上がり。結構できた。魔物の餌は初めて作った。キッシッシ、魔物の餌を作れたんだね。こいつはうまそうだぜ。魔物にもよるが、魔物の中には倒すと起き上がって仲間になりたそうにこちらを見てくるのがおる。そんな可愛い魔物に魔物の餌を制限時間内に与えると仲間としてついてきてくれるぞ。え、よし、これであのオーケルジョを仲間にできそうだな。だが、どうやって連れ出して何をどうするか、これには全然わからないぞ。ふん、それにもしうまく連れ出せてもその後どうするかも考えねばなるまい。オーケルジョがいなくなればすぐに監視どもが気づくであろう。どうにかして監視の目をごまかさねば。ん？あゆな、お前のその顔、何か考えがあるんだな。何何何何、隠れ身の的な何か。大きずし人形、キュートな大きずしのぬいぐるみ。それを代わりに置いてくるってこと？気づくやろ普通に。そんなのでいいの？ん？なんじゃと？大きずしそっくり人形を作って本物とすり替えるじゃと？なるほどの。それならばこっそり大きずしを連れ出し地下道の壁を掘らせることができそうじゃ。なかなかいい考えじゃないか。だったらまずは早速大きずし人形を作るがええ。この倉庫の奥に木箱に埋もれた仕立て台があったはず。それならばきっと作れるぞ。え、マジであったんそんな。全然わからんかった。木箱に囲まれたとこ？あ、
全然なかった。あ、これか。なるほどなるほど。作りましょう。はい、大きい槌人形。ふう、出来上がった。なんか臭いとおるやん。さあ、これでゲットしたよ。おお、これは可愛らしい大きい槌人形を作ったんだね。すぐにでも抱いて寝たいぞえ。これで懲罰房の大きい槌を助けてこの人形とすり替えればいいんだな。人形を抱いて寝るおばあちゃん、かわいいね。そうさね。そして大きい槌に地下道を掘らせればええ。あとはどうやって懲罰房まで行くかだ。おい、6207番。貴様、そんなところで何をやっている？いえ、別に何も。ちょっとこっちに来い。呼ばれた、なんか。でも、四角やったよね、今。遅いぞ、6207番。監視である俺様に呼ばれたときはいつも全力で走ってこい。6207番、俺からビルダーの様に命令がある。あそこに囚人を監視する見張り台があるのだが、ボロが来ていて台に穴が開いていてな。見張りに立つとき落っこちそうなのだ。貴様に直してもらいたい。ビルダーの力めっちゃ使わすやん。何？教団の監視がビルダーにものづくりを頼んでいいのかだと ?6207番、許しを願うときと慈悲をもらうとき以外、勝手に口を開くな。横暴。さあ、はしごを登って、見張り台の上に開いた穴を塞いでこい。穴は辺りの綱で塞ぐのだ。あいな、ちょうどいい。見張り台を修理したら、懲罰房へのルートを確認しようぜ。一体どこで何をすれば。ここか？どの部分に穴が開いとんかがちょっといまいちわからんかった。あ、とりあえず、あ、この砂を、ここの砂を取ればいいということだね。オッケーオッケー。とりあえず全部取っとこう。指導も見てないで助けて。助けてくれます？ムカつくわー。これで全部。これで全部やけん。まあね、ちゃんと。ちゃんと埋まるはず。え、でも砂で埋めるんこれ。サラサラサラって落ちていかん？大丈夫？まあ、とりあえず埋めるけどもさ。いい感じに埋まっていく。え？足りないんですけど。もういいよこれで。何でもいいんやろ。お、見張り台に修理が終わったんだな。やるじゃないかエナ。しかしあいつら都合のいい時だけビルダーのお前を使いやがって。それにこっからじゃ肝心の懲罰房がよく見えないぞ。あ、そっか、ここから飛んでいけたりとかせんか。ん、向こうにもう一つ見張り台があるな。あそこからなら懲罰房の周りがよく見えそうだ。あ、あっち側になんか入り口ある。もう一個ね、右の方。よし、とりあえずさっきの監視に報告して、あっちの見張り台にも行ってみようぜ。あ、でもこれあれか。マントとか持ってないんか。つら。マントなんてものは存在してなかった。今の私の持ち物の中に。くそー。見張り台に修理が終わったんだな。遅い。本当はもっと早く出てたろう。おい、もう一つの見張り台壊れてないのか？なんならあっちも修理してやるぞ。6208番、何のその偉そうな言い方は。貴様、口の利き方に気をつけろ。まあいい。では、懲罰房の前にある見張り台も同じように修理してこい。見張り台の前に監視がいる。そいつに事情を話してから作業にかかれ。ふんふん。なんかめっちゃ、あ、お腹が空いとるってことか。なるほど。まあいいかな。ほら、あれ、右の方にもう一個穴開いとる。あっちからきっと入れるはずやわ。どうした貴様ら、この見張り台に何か用か？ここからなら懲罰房の周りも見渡せそうだ。さっさと修理して上から辺りを見てみるぞ。6208番、貴様何を堂々と村話をしている。また懲罰房に行きたいか。めっちゃでっかいこれ話やるけど大丈夫やったん？畑の入り口の監視に頼まれたんだ。この見張り台も修理してほしいってな。見張り台の修理だと？更生中に貴様らにそんなものづくりまがいのことを。じゃあやめにするぜ。
せいぜい見張り台の穴から落ちてバラバラになるんだな。貴様、言わせておけば。では、はしごで上に登って開いた穴を砂で防ぐのだ。監視長様には秘密だぞ。秘密ができたね。さあ、これで、じゃあまたこの辺の、お腹が空いている、またこの辺の砂をサックサック、はい、サックサックと取りまして、よし、オッケー。これで、はしごはどこですか？あっちか。おい、6207番、こっから先は立ち入り禁止だ。あ、なるほど、そこに入ってしまったよな、違う。気づくなよ、そんなこと。あ、こっちこっち。穴開いとんかな。あ、めっちゃ普通に開いとる。よくこんなところに見張りができるね。っていうレベルで開いてる。え、なんか砂めっちゃ取れてない？さっきこんなにあったっけ？お、見張り台に修理が終わったんだな。偉いぞ、アイナ。それにしても前から思っていたが、教団連中は思いのほか適当だよな。物を作るなと言っておきながら、いろいろ理由をつけて作らせようとする。この監獄塔だって誰かが作ったわけだろ。ハーゴンの野郎の教えとやらは全然行き届いてないんじゃないか。まあいい、見てみろよ、アイナ。ここからは懲罰房の周りがよく見えるな。大きな地を助けるにしても、監視がいて正面から行けそうにないが、岩の壁の上の方にいくつか丸太が出っ張ってるぜ。あそこを渡るのも楽しそうだな。え、楽しそうではない。怖っ。おい、6207番、6208番、見張り台に修理は終わったのか？俺への報告はいらん。修理が終わったならさっさと戻って、畑の入り口に監視に知らせるんだ。あー、飛びたい。めちゃくちゃ飛びたい。飛んだらね、すごい楽に移動できるのになーって思う。さあ、畑の監視のもとへ行きますか。見張り台に修理が終わったんだな。遅い。今度は今の半分の時間でやれ。さあ、夕方までまだ時間がある。あとは畑の周りで好きに過ごすがいい。カッカッカ、何もせず己と向き合うこと、それも公正には必要なのだ。なるほど。ところでビルダー、実は格闘島の夜は、格闘やって、監獄島の夜はとてつもなく暇でな。貴様、何か作れないのか？例えばエッチな本とか作れるか？はい、何を言ってるんだい？持ち込み禁止でしょ？嘘をつけ、ここにある材料で作れるはずがなかろう。何か？中身は貴様が書くのか？まあ、もし手に入ったら砂置き場近くの板のテーブルに置いておいてくれ。そうすれば夜の間、暇を潰せるからな。あ、で、それに夢中になっとる間に、なんか、ここを通ることができそうな感じがせん？そんな感じの言い方よね。で、あ、ベンチに座ってまったりしとけばいいんかな、とりあえず。何もすることがないってのも退屈で我慢できないぜ。どうすりゃいいな、ベンチに座って夕方を待つか？うんうん、まあね。わかった。ここに座ってこれからどうするか考えをまとめておこうぜ。よし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。明日も構成だ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。ってことで、どう？もう動くの？5932番、夕食だ。受け取れ。独房に戻らないと。6207番、夕食だ。受け取れ。ありがとう。でも一個だけだよね、これ。6208番、貴様は今日も夕食抜きだ。やばくない？そろそろ。お腹と背中がくっつくんじゃないかな。やばいやばい。さあ、とりあえず独房に戻って、戻って、何なんだ？
なんなんだ、私の毒棒は一体いずこ。毒棒はこの奥だ、急げ。ちょっと待ってよ、そんなせかさないでくれます。はい、到着。さあ自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。今日は脱獄の準備が順調に進んだな。よくやったぞ、アイナ。これで準備はほとんどできたはずだ。今夜から本格的な脱獄の始まりだな。まずはスライムと協力して懲罰ボールの大きな血を出すんだ。連れ出すんだ。いいか、外に出られるのはお前の牢屋だけなんだ。俺はついててやれないが頑張るんだぞ。牢屋の扉に鍵がかけられた。アイナは独房で夜が更けるのを待った。深夜に動き出すってことかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、これであとはスライムを連れて大きな血のところに行けばいいんか。監視たちも寝よんかな。寝ててくれんと困るけどね。